love from my window。 こんにちは、アンナです。今日は一日お休みなので彼とデートに行く Vlog を撮っていきたいと思うんですけど、今日はちゃんとメイクをしたいと思います。今寝起きですっぴんだから、なんかちょっとお見苦しかったらごめんなさい。今日はね、コストコに、アウトレットコストコに行こうかなと思ってます。スキンケアはもう終わったのでメイクします。まずこのダルバの下地、これがね UV 日焼け止めも入ってるので一石二鳥ですね。これは手で伸ばしちゃいます。日焼け止めは本当に今はもうよく聞くと思うんですけど、夏関係なく一年中塗ってた方がねいいってよく聞くと思うんですけど、本当にそうだと私も思います。やっぱりシミとかそばかすとかの原因になっちゃうと思うので、私10代の頃本当に日焼け止め塗る習慣がなくて、夏でもすごい日焼けしてて、私皮膚が結構薄いからもうすでにこうそばかすとかがねバーってある。別に嫌いじゃないんですけど、それはそれでなるべく今はケアするようにしてます。この超優秀なディオールのコンシーラーで隠します。スポンジは&B のスポンジを使ってるんですけど、これが本当に一番いい気がする。コンシーラーはこんな感じで、ちょっとこういう目立つところはコンシーラーブラシを使って隠します。コンシーラーブラシで隠すと結構繊細なところを綺麗に隠せると思う。あ、繊細どころじゃない、細かいところ。はい、そしたらもうお決まりのナーズのリフレクティングパウダーで顔を、これで肌は完成です。 OK、 そしたら眉毛に入ります。眉毛はもちろんアンエールでプロデュースしているエピソードビューティクスですね。かわいい面倒せてます。ウッド、そのウッドというのから想像される色なんですけど、ブラウンです。一本一本こう足していくような感じで描いて、隙間を埋めたり足りないところを足していったりしながら、このブラシでぼかす。そうするとパウダー的な感じにもなるので、これ一本で眉毛が綺麗に描ける。最近はこうじゃなくてここに合わせるらしいですね、長さ。鼻と目のここ、足したら眉毛フィクサーで、アイブロウフィクサーでこのまつげの毛並みを揃えていくっていう。で、初めはサラサラなんだけど、どんどん固まっていくので、ちゃんと、でもガッチガチに眉毛がコーティングされるわけではないので、本当にそれは程よい感じのテクスチャーものを作ったので、ぜひね、全国のプラザさんに置いていただいているので、ぜひ手に取っていただけたら嬉しいです。眉毛はこんな感じ。そしたらアイシャドウはもうずっと最近はこれなんですけど、 3CE のリキッドプライマーアイシャドウ、ベタティミングなのかなっていうお色でございます。これね、プライマーなのにこうやってトン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 ってなじませると、アイシャドウみたいなつき方をするんですよ。だからツヤツヤになるとかじゃなくてマットなんですよね、サラッとしたテクスチャーになる。 OK、 アイシャドウは完成です。ここからまつげをやっていきます。なんかいろんなマスカラを買って試してみてるんですけど、本当に自分たちのやつが一番いい気がしちゃって、結局これに返ってくるっていう現象に今なってるんです。今年発売できるように頑張ります。
ちなみに今のアイライナーはキャンメイクのやつで、バレンティノビューティーのライナーで、なんか目がさ横に長いんですよ私。だから眉毛を長く引くとバランスが取れる気がしてます。うん、そしたらカラーライナーを引きます。今日はどうしよう、デニムにしよう。今日デニム履いてるしデニムとは青のことです。これもエピソードビューティクスのデニム、青カラーライナーなんですけど、これ人気すぎてネットでね品切れだったんですけど、ソールドアウトしてたんですけど、最近追加してまた買えるようになりました。うん、あ、そしたらシェーディング、これ&B のやつなんですけど、この鼻筋ラインこうやって入れて、そしたらフーミーのこういう筆、これあのアイブロウペンシルなんだけど、これでちょっとなじませます。こんな感じで鼻のとこ行ったら、ハイライトは3のこのどっちもあるやつのこのこっち側、ハイライト側を手でもうやっちゃいます。とあと鼻先がつるんと光ってると可愛いので、鼻先はちょっと多めに、で口の上、ここにもほっぺのここハイライトしたら、チークをしたいんだけど 3CE の Let Me Stay っていうこういうピンクっぽいブラウンっぽいカラーで、こういう風に横、こうじゃなくてこう入れていきます。そしてリップをしたら完成なんですけど、リップはボビーブラウンのリップライナーとリップを使います。リップライナーの色はココア、14番のココアで、リップの色は36番のリッチココアです。Sparks in the air. He would stare at her in class. She would try to act cool, but it was obvious. Like, ooh. これで髪の毛やって、お出かけできます。And one day she said, "Write me a love song." Cause I know you'll make it beautiful.というわけで、アウトレットに来ました。ご飯を食べます。今日は雪が降るらしいですけどね。パンダかラーメンか、うん、あ、パンダいいね。ラーメンもいい、逆にサラダもいいな。あ、サメ、牛タンもいい、ワッパもいい。フードコート行こうじゃん。あ、でもパンダが良かったらフードコートじゃないよ。え、どうする。え、じゃあ、どうしよう。でもパンダは東京で食べれるから、フードコートだったらお互い好きなの。そっか、エックスシングスも美味しいんだよ。エックスシングスだけ合ってるから。でもなんかあるの、朝食みたいなフードコート行こうじゃん。フードコート行きます。え、どこに。回転寿司あり。休日だから豪華ランチ、久しぶりに海鮮丼食べたくて飲んだ。いただきます。わ、美味しそう。つけ麺も、麺って食べてる人見ると食べたくならない。美味しい。3月入ったらダイエットしようか。でもマラソンあるわ。
マラソンある、そうだね。マラソン、そうだね。ダイエットしてたら体力落ちちゃう。めちゃくちゃ美味しい。昨日の夜から2人ともお腹空いてた。ディズニー行けなかった。うん？ディズニー行けなかった。本当はディズニー行こうとしてたんだよ。でも今日雪だし雨だし曇りだし、夜更かしして早起きできなかったし、ディズニーはキャンセルになりました。チケット取ってたわけじゃなかったんだけど。うん、ね。マッシュルームピザ。マッシュルームピザ。ホットドッグ。いただきます。神がかってます。あとこれなんだっけ、ザクロラズベリースムージー。やばっ、めっちゃマッシュルームの匂い。初めて食べるマッシュルームピザ。切れるの？うん。マッシュルーム嫌いだもん、ね。うん、食べたくない。匂いがめっちゃ。もうダメ。何？キノコの匂いだね。マジで美味しい、これ。ピザの中で一番美味しいかも。めっちゃ柔らかそうだ。うん。食感がすごい。見たくなってきた。今日はね、メイク落として寝ます。メイク落としたいときはもうまつげ抜けないようにこれで一回マスカラをリムーバーで落として、そしてこのキッチンペーパー、これで顔を拭きます。で、クレンジングは3のクレンジングオイルを使う。I'm sorry for my skin. で、します。あのマスカラ、私を使うとすごい落ちるのが早いです。で、35度ぐらいのぬるま湯で落とす。今日はもうパックしないで寝ちゃおう。そしたら寝れたまま顔がこれをこんくらい出して洗顔します。お風呂の中の時はいつも泡立てるけど、洗面所で落とす時はこのまま洗顔します。よく洗い流したらキッチンペーパーで拭きます。手に大量に取ってハンドプレスします。
構さっぱりタイプだからこの化粧水。そういうのがさ顔にくっついてさ荒れたりしちゃうと思うんだけど、それがケアされて肌にバリアをってな感じで、本当にこれを使ってから肌が荒れなくなりました。こんな感じで私のスキンケアおしまい。はい、で今から歯磨きして今日はもう寝たいと思います。明日2人とも早起きなので、今日も楽しい一日でした。動画見てくれてありがとうございます。来週またお会いしましょう。よかったらチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。